はい、じゃあこの中にお魚を入れるんだけど、これからこれに入れる、ね、これの使い方をちょっと説明します。まずね、水をね、ちょっと見ててね、よく。まず水をね、半分の2ぐらい、これぐらいかな、これぐらい入れます。あんまりね、いっぱい入れすぎちゃうと、空気がうまく水と混ざらないから注意してね。上の方をね、しまって、こうやってガーッと、みんな得意でしょ、こういうの。思いっきり振ってください。ガーッと振ってね、水がちょっと白くなったぐらいね。これ濁ってるわけじゃないからね。めっちゃ混ぜちゃってる。はい、まず、魚がね、どんなところにいるか、生き物がどんなところに隠れてるかっていうのをよく考えてください。で、これ捕まえに行ったら、お魚もやっぱ生き物のも逃げたいよね。逃げるときやっぱ石の下とかさ、下の下に隠れるじゃん。で、だからこういうね、川のね、岸沿いに魚とかね、水生昆虫が隠れてます。でそういうのを捕まえるんだけど、まず捕まえるときにね、気をつけること。網がね、まず開いてないと、広がってないと、生き物は入らないと。だから必ずね、網をね、広げること。そのためには、川はさ、向こうから向こうに、下流に向かって、上流から川に、下流に向かって水が流れてるよね。だからこうやって上流に向かって網をこうやって当てると、網が必ず広がるから、この状態で、まず、岸際に網を当ててください。ちょっとやってみて。こんな感じだね。そうそう。それでね、こうやって当てたら、優しく足をね、川のこの岸の下に、草の下に入れて、こうやって優しくね、上から踏みつけると魚もさ、踏みつけちゃうから、優しく足をね、動かしてあげてください。なんかこの子いなかった。出てくるか？そうそう。お、ほら、入った。うわ、でかっ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 。そしたらね、魚はね、水からあげるとね、弱っちゃうから、水につけとこう。あ、でかい。あ、待って、待って。これでね、お魚を触る時の注意ね。このまま、手が乾いてる状態で、生き物を触っちゃうとね、生き物が火傷しちゃうの。だから、手をね、まず水にしっかりつけて、手がね、よく濡れてることを確認して。それからね、お魚を触るときは、お腹の下に、ね、優しく手を入れてあげる。ギュッてね、握るとね、お魚弱っちゃうから、こうやって優しくね、こう魚の下に手を入れるだけで、お魚が手の上に乗っかってくれるから、そう。その状態で袋を入れてあげてください。うわー、初めて。はい、おめでとう。見して見して。今こそ赤ちゃんが撮った。うわー、キャンピー。キャンピーどこで撮った？じゃあ、はい、みんな並んでーす。さあみんな、網並べようか、ここに。はい、順番に。はい、はい、1、2、3、はい、4番目。はい、5番目。おーい、6番目。はい、6番目、7人。さあみんな、じゃあもうここに来ようか。はい、左。そう、左。あ、左じゃない。じゃあここ行ってね。ドキさんがいいって言うまで網上げないで。行くよー。はい、を上げて。入った。おお、上手入った。わあ、これ金だね。本当だ。アリがいいなこれは。おお、じゃあみんな捕まえとこ、じゃあカメラに向けて生き物見せてあげて。いいなー。入った。あ、メンバーがいる。いいなー。